い、撮ります。すみません、ありがとうございます。いただきました、ありがとうございます。山形市で9月17日に開かれる日本一の芋煮会フェスティバルの実行委員会メンバーが佐藤孝弘市長にイベントを PR しました。日本一の実行、すみません日本一の芋煮会フェスティバル実行委員会、および、大変申し訳ございません。芋煮茶屋ということで桟敷席の予約も開始しております。順調に進んでるかなというふうに思っております。どんどん市役所は回ってもらってですね、なるべくたくさん協賛金を集めていただければと思います。イベントアンバサダーの山形県住みます芸人ソラシドの2人の姿も、代表するイベントのアンバサダーを仰せつかるということで、売れたなと。自己評価はいい、一生懸命やりますよ、そっちです。日本一の芋煮会フェスティバル9月17日大成功させるぞ、頑張るぞ。おー、メンバーは募金箱を手に市消防本部へ協賛金集めに繰り出しました。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。頂戴いたします。ありがとうございます。今日はソラシドさんと一緒に回らせていただいたんですけど、すごく和やかな雰囲気で、皆様方に協力していただいているなという気持ちがすごく伝わって、とても感謝しております。芋煮茶屋独自で芋煮を調理して召し上がっていただいてたんですけども、今年は 6.5 メートルの大鍋で作った芋煮を桟敷席のお客様にも食べていただけるように、今準備しておりまして、そちらが目玉になってくるかなというふうに思っております。アンバサダーになられたということで、はい、本坊さん、意気込みの方を聞かせていただいてよろしいでしょうか。やっぱりこの日本一の芋煮会、コロナ明けましてですね本格的に始動ということで、もう今までで一番人に来てほしいなと思ってますんで、記録作りたいですよね。記録も作りたいし、記憶にも残したいし、いや、そのなんか勝負に勝って試合に負けたみたいな言い方したくて皆さんから頂戴いたしましたので、はい、そちらの方で美味しい芋煮をたくさん作りたいと思いますので、はい、県内外の方にアピールしていきたいと思います、うん、9月17日日本一の芋煮会フェスティバル、皆さん遊びに来てください。ぜひぜひお待ちしてます。